しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。7月22日、午後4時になりました。第143回のしゃべくり松代の時間になりました。今日の松代というよりは松代高校ね、負けちゃったんですね。甲子園行かなくなっちゃって、相手も悪かったですかね。まあ佐久長聖だからね、あれ初めになんか勝ってたみたいですよね。だけどもまあ負けてしまったというようなことで残念な日でした。気温なんですけど、今日は32度の予定なんですけども、予定ってことないな、30度いったんですかね。今日なんか蒸し暑かったですね。というようなことで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけれども、尺八の音色に惹かれてというようなことで、尺八奏者の田島幸太郎さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところでね、その尺八の話になる前に、田島さん、今の高校野球の話なんですけど、田島さん、なんか7年前に高校野球甲子園行った時、校長先生だったね。え、いやすごいね。その余計な話だってすいませんね。まあ、たまたま8年前に松代高校に、校長として赴任しまして、前の年ね。そして翌年、夢に見た甲子園に出場できたと、非常に素晴らしい結果ができました。すごかったですね。はい、何か聞くところによると、なんかドラマがあったとかっていう話なんですけど、なんかそうですね、私が赴任した11月なんですが、その年でね、そうですね、その11月に野球部が火事を起こしました。火事になっちゃった。それで、監督室や部室や養護機能が全焼しちゃったんですよ。あらららら。したがってもいろんな部の貴重な資料全部なくなっちゃったんですよ。水かかっちゃって、あで用具もないとか、練習もままならない状況だったんですよね。それ皆さんにお世話になった。そうですね、地域の方で、OB を中心にね、親の会、それから地域の皆さんたちに本当に協力をいただいて、用具を手配してもらって、もう1ヶ月も経たないうちにですね、練習ができるようになった。そういうことをすればあれだね、絶対にこの恩返ししなきゃいけない。そうですね、何としても甲子園行かなきゃいけないっていう、ね、やはりね、それだけいろんな方たちに協力いただいたことでね、そういう人たちもなんとかこれに報いるためにもね、やっぱりいい成績上げて町を活性化したいなっていう、また町の人たちにも恩返ししたいなって気持ちがうんと強かったんじゃないかなって言っちゃったね。甲子園行っちゃった、まあまさかと思ったんですけどね。まさかと思ったら行っちゃった、行ってしまいましたね。行ってしまいましたね。校長としてどうですか、その気持ち。我々地域とすればね、わーすごいって思ったんだけども、校長とすればどうですか。ちょっと飛び上がるような状況だったんですよね。で、まあ、監督ももちろん私もまさかと思ったんですけど、決勝で佐久長聖、まあ、今日ちょっと負けちゃいましたけど、佐久長聖とやりましてね、乱打戦の末ね、12対20でしたかね、勝ってものすごく喜んだんですが、心境は、ただね、本当にダークホースとも言われないようなチームだったのでね、一戦一戦まあ力つけたってことは確かなんですが、まあ、全国へ行ってどういう試合ができるんだろうと、ボールドもあるわけじゃないですよね、みっともない試合になっちゃまずいなっていう気持ちがですね、多分監督にもその後あったんじゃないかなというふうに思います。で、勝って2回戦でちょっとね、敗れちゃったけども、雨降らなきゃあれ勝った試合でしたね。そうね、今1回戦は倉吉来たっていうところとね、延長11回で7対6でサヨナラ勝ちっていうすさまじいいい試合だったんです ね。そして、まあ、2回戦は、まあ、途中でね、1時間ほど雨で中断したんですが、ね、それまでどっちかっても非常にいい試合だね。中断しなければ勝ったというイメージで終わりましたね。まあ、伝わって非常に良かった。私も言ってたんですよ。言っててね、いやこれはいけると思ったらね、雨でね、ちょっと残念だった、ね、ということ。今日野球の話じゃないんだよね。で、その年に100周年もやったみたいだよね。
記念に残る校長じゃん、ねまあ、100周年はもっと前からね、うん、もう計画してずっとやってたことで、そうだね、突然できたんじゃない、ね、そうだね、それで寄付、いろんな事業あるってことでね、寄付を集めたんですが、なかなかの当時不況でね、お金が集まらなくて、大変な状況だったんですが、まあこの甲子園出場ってことでね、ついでって言っちゃあれですけど、お金も非常に順調に集まりまして、その年の秋には素晴らしい100周年事業が開催されましたね。本当に町の皆さん方には感謝して、そうですね、素晴らしい校長で記念に残りますね歴史に残ってるんじゃないですかね、ということで、まあ自分から言えねえなということで、だいぶね時間も過ぎちゃって、向こうの方で早く尺八の話しろって言ってますんでね、本題の尺八の話にしたいんですけども、ところでその尺八ってのはさ、どうしてその尺八始めたの？まあ若い頃ね、はい、まあ、ちょうど私30の頃だったんですけども、まだ若かったな、それでまあ、たまたま仲間が4人似たようなのがいまして、なんかちょっと楽器やってみたいなと、そんなようなことがちょっと話題になりましてね、なんで尺八だった？まあ、たまたま近くに尺八を教えてくれる方がいたもんで、ね、まあ、そこをちょっと行ってみようということで4人で始めたんです。おー、それでまあずっとできるものとかね、それから生徒たちに、まあ、卒業式に何かこうお祝いの曲でも吹けるよなというようなことが最初の動機でしたね。そうですか。でその尺八は今も吹いてるんだけども、魅力っていうのは何ですか、その尺八の魅力は？まあやはりね、今になってみますとですね、今になってね、当時はなかったんだな、当時はまあ音色に惚れたってことですね今はね、やはりね、健康に非常にいいっていうことを実感してますね。なるほど、だからぜひやりたい方はぜひ年取ってからもできますので、ボケ防止に、そうですね、まあ、一つはですね、指先を使いますね、うん、そうだね、一番この指先が神経あるというところですけど、それを使うっていうのと、それから呼吸法ですね、普段の呼吸と違った呼吸をすると、ということで非常に健康にいいと、それから楽譜を覚えたりリズムを取ったりするということで、先ほど言ったようにボキボシには本当にいい楽器じゃないですか ね、 あ、 ね、はい、あとなんか人間関係の先生がなんかすごく素晴らしい先生らしい、それで、まあ、たまたま私がついた師匠は佐藤鉱山っていう、名前が素晴らしいね、登山流の、登山流って山を登る登山じゃねえじゃなくてね、都の山、都の山ね、都の山、まあ、金庫流と登山流と大きな流派あるんですけど、我々は登山流って流派なんですが、そこでその先生が非常に素晴らしい先生でね、まあ、人間的にも素晴らしい先生で、そういう先生に、まあ、推しをこうだったことと、それからいろんなジャンルの人たち、年齢の幅を超えた人たちとずっとこう30代の頃からぶつかれたってことが、まあ、自分の人生にとっても非常に財産というふうに考えています。それは魅力的ですね、で今はどんなところで演奏活動してるんですか？どちらかというとボランティア活動というか、そうだね、それで飯食ってるわけじゃないからね、ボランティアのね、まあ、例えば老人ホームであるとかね、それから病院 の、 ロビーコンサートとか、それから公民館の活動ですよね、それから自分たちのグループ の、 演奏会とか、それから県産業協会っていう大きな組織がある、そういうところの演奏会とかってことで、それから琴なんか の、 グループもいっぱいあるんですけど、そういうところにお手伝いに行くとか、一緒にこうやるってことですね、そういうようなことで、結構機会多いです。なるほどね、で、なんかその尺八の普及活動もしてるんですか？そういうことはありますよね。実際言うとですね、もう一時尺八のブームっていうのが何十年か前にあったんですが、最近は本当に我々のグループも、高齢化してきましてね、若い人がやらないですね、したがってどんどん尺八人口が減ってるんですよ、今もどんどん減ってます。あ、そうなんですか。それで一番尺八 の、 人口多いのが民謡だったんですが、これも激減してるんです、でせっかくこういう日本の伝統的なね、音楽の尺八がね、衰退していくってことは、日本人としてもね、なんとかしなきゃなって気持ちもありまして、ぜひ若い人たちに関わってもらえるということで、そういう活動も今、なるほどね、活動もしてるんですね。で、なんか近いうちにその大きな発表会とか大会があるらしいんですけど、我々の今、佐藤鉱山先生 の、グループっていうか、約60人ぐらいいるんですよ、全県にもね。それが
長野に集まりまして、うん、そして毎年1回あの経験総会を開いています。これがまあ我々の会と一番大きい会なんですが、うん、なるほどね、で我々60人高知が60人と、うん、いわゆる糸方っていうことのグループ、うん、いくつもあるんですが、うん、大体10くらいのグループに参加してもらって、うん、総勢まあ160人くらいの演奏会を、でっかい大会ですね。来月の8月24日のこの若里文化ホールで行われますので、ぜひまたちょっとお待ちください。宣伝までちゃんとしてますね。あの結構お客さん来るんですよ。他のグループはあまり来ないんですけど、うちのグループは結構あの来ましたので、なかなかね、機会が、そういうあの方角を生で聞く機会ってないもんですから、一度ぜひ。だいぶ PR してますね。それで、その PR、その尺八ちょっと説明してもらっていいですか、はい、そちらにあるの、はい、あの今日はあの3つちょっと持ってたんですが、通常の尺八って言われてるのは、この尺八で、うん、これはちょうどあの1尺8寸あります。うん、まあ、それであの尺八といって、一尺八寸で尺八。尺八ですね。で、じゃあこれ尺八寸でしょ。それじゃあ尺八寸ねえから。尺八じゃねえや。尺六寸ってやつ、ね。尺六寸。尺六っていうの。48センチですね。うん、これが今あの曲を吹くとの中では、まあ、一番長いやつなんですが、二尺三寸あると、うん、70センチ以上あるんですよ。で長さ尺八寸じゃなくても尺八って言うんですか。あのいわゆるこれを総称して尺八、竹でこういう形態のものをまあやると、うん、で通常の曲のほとんど 90% はこの尺八で吹きます。なるほど。ただ、ね、見たようにあの前に4つ後ろに1つしか穴がなくて、すべ、うんうん、ての、 あのドレミアからあの半音、うん、全部出しますので、どのくらい曲によってはですね、これでは吹きにくい曲がある。あ、それでこういう音を捉えていくということもあのやってるわけです。音階どのくらい出るんですか、それで4つの穴で。基本的に2オクターブ半出ます。そんなに出ちゃう。はい、はちょっと音出してもらっていいですか。はい、素晴らしい。あの日本の音階、すなわち完全全音で全て出して、ドレミアじゃないですよね。でこれをドレミアを出すと、それは分かる。ドレミアじゃない。それは分かりますよ。これをね、ドレミアを吹くには一つの穴を3種類の開け方でやるということで出していきます。まあドレミア自体は3種類は使わないんですが、ちょっと一音でやってみます。一つの穴をかざしたり、それからほんの10分の1くらいであると、これをやることによって音を作るという、あのいわゆるあの手作り楽器ですね。本当にあの竹をただ、あの何もね細工してないでしょ。ここをただあの斜めに切り口を入れて5つ穴を開けて、7つ一応の形状はあの7つの節で全部作るんですね。すべてがそうです。7つの節で作って、それで一寸ごとあの、あの半音ずつ高くなったりあの低くなったりするので、一寸でですね。だからちょうどこれはあの春の実なんか降るときはこれ吹くんですが、これとちょうどですね1音違います。こっちがドだとこっちがレになるんですよ。そういう感じで。基本的にはあの全くあの同じものですので。なるほど、ね、若干音色が短くなったり、音色が若干違う程度で、そういう風になっています、はい。じゃあその一曲なんか吹いてもらっていいですかね。一曲って言いますかね、あの、いわゆる尺八は日本、まあ、中国から伝来したものですが、うん、基本的に日本でこういう楽器の形態が確立されたものですので、日本の音階、まあ、例えば演歌とかですね、日本の歌っていうのは大体この旋律でできています、うん、したがって、まあ、代表的な曲にあの、うん、皆さん方あまりよくあのそういうことはご存じないと思うんですけど、谷村新司があの歌っていますあの、うん、スバルっていう曲は、洋楽ですけども、うん、実はあれ全くあの日本音階でできています、うん、したがって尺八だと非常に簡単に、うん、あのただ開けたり閉めたりするだけでできてしまう、うん、でちょっとそれで日本音階、まあ、したがってこれあの、うん、年寄りというか我々中年には本当に人気のある曲なんじゃないか、うん、私もカラオケで歌ってますよ。はい、
あれ、まあ、すげえうっとりして聞いてた、まあ、時間もあるもんですから。あ、そうか、時間ない。そうだ、それじゃあね、はい、ちょっとそのなんかアメリカのゴスペルのアメージングレイスですか、それをなんか吹いていただけることなんですけど、はい、いいですか。黒人レイカーということでね、ええ、うん、アメリカ の, 代表的な曲ですが、うん、まあ、尺八に非常に音色が合ってるということで、ちょっと吹いてみたいと思います、はいはい、じゃあ今日はですね、はい、もう時間もだいぶ過ぎちゃったんで、その尺八のですねアメイジンググレイスをお聞きしながら今日はお別れしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、それではお願いします。来週すいません、はい、何も分かんないんですが、来週はね、マガリオパーソナリティマガリオさん、マガリオさん、マガリオさんってね、はい、144回ね、来週はですね、はい、松代地区、民生委員自動、あ、民生児童委員の協議会ね、会長さんで伊藤さんと、あと副会長の田中さんで見えてね、このあと今ほどね、救急医療情報キット配布っていうのを、ね、なんてお年寄りのところへ配って、この救急のあれをね、冷蔵庫入れて、で、ここにありますよっていう、そういうね、配って、誰でもなんかおかしいなって言った時、行った時に分かるような話をしていただける。赤で印刷しましたね、そういうこと、そういうこと、ちょっとあんまり分かるように、ね、でこの伊藤さんってことはあれ、長野市の会長ですよね。そうです、それも真っ白じゃないか、長野市の会長か、そうですね、お呼びしてお話伺うということ、はい、ことで、すいません、今日何も知らなくて、ただここに立ってるだけでございます。すいません。じゃあ来週、来週楽しみに。来週のしゃべくり松戸、どうぞお楽しみに、はい。よろしくお願いします。しゃべくり松戸、また見てね。